はい、というわけで今日なんですけど、久しぶりに PC 先行版アップデートやっていこうと思います。なんかね、まあガチャはね、全然来てないんですよ。フェイトコラボやってるんですけど、イベントの方でね、エネルギーチャージ、ラッキーチャージ。なんか以前にもこういうのあったんですけど、またなんか来てるんですよね。結構ね、これ割安なガチャで、バッテリーをね、5つ集めるとボーナスがもらえる。ボーナスってこの金車っすね。もらえるっていうね、イベントの金車ガチャなんですよね。で、これちなみに先に性能見てみましょう。これね、ゴールデンシャドウ。これそんなに弱くないけど、強いのかどうかたら微妙かな。まあ、旧電動より最高速も加速も出ないから、まあ、その辺ね、ちょっと操作感と方向転換というのは旧電動より上なんで、まあ、その辺でね、なんとも言えない微妙な感じはありますよね。まあ、多分性能なんて、このぐらいになっちゃえばね、ほぼどれも変わらんけどね。実際変わらんけど、まあ、とりあえずね、まあ、安価で金車が取れんだったらありなんじゃないのみたいな。ちょ、こういうのちょっと、ほっとけないタイプ。わかる？さあ、これちょっとね、やっていこうと思います。はい。こんな感じかな？ちょっと別画面に移動してて、ちょっと見づらい感はあるんだけども、これ下の方があれか。こんな感じでどう？見やすいかな？まあ、こんな枠で大丈夫かな？下の方がもしかして見切れちゃったら、ちょっと画面、画角戻すんですけど、報酬がですね、こちら。まあ、バッテリーでしょ？これ、バッテリーと、あと、直接金車がね、当たるってことなんですけど、で、あとこれね。で、このガチャのすごいところって、このいらない、もう全部いらないじゃん、オレンジとか。これを全部、アイテム3つでガチャ勲章と交換できるんですよ。だから全ての、 商品に対して無駄がないって感じなんですよね。で、ガチャ勲章ってなんだ？保管ボックスからのアイテム3つにつきラッキー勲章1個。ラッキー勲章ってこれかな？これがラッキー勲章なのかわかんないけど。まあ、とりあえず1枚目引いてみましょうか。はい。あ、これがラッキー勲章なんだ。要するに、ゴミ3つでラッキー勲章1個になるってことね。オッケー。で、8連で、これ10連じゃないのこれ。10連じゃなくて、8連で480。1個60金券ね。おっと？ワンパンバッテリー入れたんだけども。ちょっと待って、これ、画角が変だな。ちょっと待って、戻すか。ちょっとね、PC 版だから、ちょっと見づらいんだけど、ご了承ください。よし、次行きます。はい、バッテリー今1個溜まりましたね。あ、次から10個なんだ。え、俺なんか2個かなんか持ってた。はい、バッテリー出ました。え、待って、これ50連で揃うやつじゃねえ？これもしかして。おい、カモン？あ、出ない。普通にゴミだった。あと3から5回で10連バッテリー確定ゲット。え、待って、これ、いくらで金車取れんの？ちょっと、それも込みで見てみたいね。はい。出ないけど、大丈夫そう？出ないけど、今のところ。あ、あと1、2回10連ね。なるほど、なるほど。一応確定があるよってことか。おーい、バッテリー出た。あと2つで揃うわけでしょ？ただこれ間に合うかな？ 1 万円じゃちょっと厳しいか？ 5 から9回10連でバッテリーやなー。遠いなー。神ビンク来い！なー、来ないわ。普通にダメだわ。で、報酬一覧じゃない。これ一応もらいまして、1万円じゃ厳しいのかもしんないね。保管ボックスはどこにあんのかな？あ、これだ。ちょっと待って、ここですね、ここ。保管ボックスを押して、不要なアイテムを選択して交換ボタンを押して、ガチャ勲章に交換。自動選択。あー、なるほどね。これももちろんいらない。これだけちょっとね、取っときましょうか。で、29回ガチャと交換。おー。ちなみに今1万円分なんですけど、これで金車出たらめちゃくちゃ美味しいよね。いきます。ポン。え？なんかこれさ、通常のガチャ画面じゃないから、なんかちょっとなんか寂しいよな。なんかピッピッピッって感じで終わっちゃう感じ、ちょっと寂しい感じあるんだよね。いきます。ポン。おお、バッテリーあと1個だ。取れるか？15連ぐらいか。来い。あー、待って、これ10連もう無理だよね。あー、無理だ。待って、これをこうして、はい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 、来ないか。1万円だとギリギリ来ないなぁ。あー、でもこれあれっすね。1万、そうだなぁ。1万3000円ぐらいあればいけんじゃないかなぁ。うん、まあそんな感じっすね。1万3000円ぐらいっすね。あ、待って。え？ワンチャンさんじゃねえのこれ。11回いける。でもなんならさ、これもいらない俺。これいらない。120日だけ取っといて、12連いけんじゃん。あ、ワンチャンあるぞこれ。いきます。はい。あ、終わったやん。終わったやん。はい。まあ、そんな感じですね。1枚入れると、相当運が悪くても、ここまで来れると。そんなガチャっすね。さあ、じゃあこれを、あ、まだ参る。いけるぞ、これまだ。来い。頼む。1万円でなんとか当てたいんだ、俺は。ぐっと、もう、ダメだ。あと2000金券ぐらいあればなんかいけそうな気がしますけどね。まあ、だから要するに、これ割と安価に取れるというか、かなり安価に取れるのかな。うん。え？なにこれ？一生引けないこれ。あれ？ちょっと待って、一生引けるぞ、これ。このガチャ一生引けるガチャよ、これ。あ、
終わったわ。これを倉庫に送る。全部倉庫に送りましょう。はい、まあこんな感じで1万2、3000円ぐらいで多分金車取れんじゃないかな、これ。まあ今はさ、鍵、おっと？何これ？ちょっと待って。イベントのコインなんかめっちゃもらった気がするんだけど今。これ何なのさっきからこの枠。これ12枚って何これ？え？おお！ちょ、待って。え？来た！神回来たこれ？もしかして。何これ？え、ちょっと待って、待って。ワンチャン。え、何これ？今ラッキーコインじゃないの？ラッキーコイン。イベントチャージボーナス。おー、120日ね。はいはいはい。これ、一旦いただきまして。お宝見てみましょう。なんかすげえ来てる風だったけど。あ、なるほどね。これを使いましたってことか。ざけんなよ。イェーイ、ゴールデンシャドウ。さあ、ちょっとね、これ乗りに行って終わりましょうか。よいしょ。さあ、始まりました。PC 版ってさ、ただでさえ人いないからさ、多分今ね、実質3、4人ぐらいしかいないんじゃないかな。3、4人だと思いますよ、入ってんの、マッチング。これ理由なんだけど、これ見て、ここに出てる3人いるじゃん、お三方。見てこれ、無課金で取れるサタンでしょ？爆走サタンと、あとこれでしょ？中級チケットのやつ。っていうことはよ、もうあと人がいないんだって、金車持ってる人が。どっこいしょー、はい、来たー、ほら行くで。でもさ、1万2、3000円で取れるとしたら、めちゃくちゃ両ガチャじゃないの、あれ。イベントのガチャなんだけど、普通にみんなやった方がいいと思うんだけど、金車持ってない人。まあでも今はね、あのチップで取れちゃう時代ですけど、無課金で。まあたださ、その性能的にちょっとやっぱ劣るんですよ。課金の金車よりは。待って、来てないよね。来てないっていうか、多分そもそも3人ぐらいしかいないから、被るわけないんだ。これ被ったらマジ奇跡だから。第一村人発見みたいな、なんかそういうニュアンスになってくるから。よっしゃー。ん？待って、いるんだけど。待って、これ、お坊ちゃんだよな、多分。人とかやめてね、そういうの。上だな、これ。上田晋也だぞ、これ。待って、これ、人間じゃねえ、これ。普通に人間じゃねえの？怖すぎなんだか。あぶねえ！ちょっと待って、これ人間だろ、普通に。マジ勘弁して、ちょっと待って、本当に、本当やめて。あぶねえ！本当に人間やん、これ。向こうも多分ね、マジびっくりしたと思う、今。まさか人間がいるとは思わないから、ちょっとこれもらっちゃいましょう。イェーイ。かっこいい。まさかこの PC 版に人間が来るわけないだろうっていうのも概念がありますから。カジノどこだ？あった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 、これか。初めて来た。回してみましょう。はい。あ、ちょ！おー、でかいでかいでかい。こんなでかいのこれ。おお、すげえ。あ、一回で終わりなの。よっしゃ。よっしゃ。2000コイン貯まりましたね。車もちょっと乗りたいので、お買い物行こうと思います。これ PC 版の良さってやっぱ静けさもいいよな、やっぱり。誰にも邪魔されたくない時。何をしに来てんのって話だけど。邪魔されたくない時ってありますからね。さあ、これでセダン買って。入れよ、セダン。待って、なんか銃声。銃声。ガチもんよ、あれ。どこだ？人間じゃないこと祈る。やりに行こうぜ、ちょうど。おー、来た。おら、おい。あ、割と、あー、待って、もう、曲がれない。これ、性能検証かなり難しいから、この PC 版だと。さあ、これで、やっていこう。よーいし、じゃあ、待って。え、マジ？やらかしたんだが。あ、待って、無敵やん、この車。いや、見た。さあ、ちょっと坂道ね、検証できますね。これで、おっと？あ、坂道弱いっすね。ポンポン浮く感じかな。あー、なるほど。まあ。まあ、普通っちゃ普通みたいな。普通っちゃ普通なのかもしれん。でもさっきね、起き上がったからね。起き上がりコボちゃんみたいな。おっと？結構なもんっすね、これね。やっぱ安価で取れる、なんか、なんでこのガチャ出したん？安価で取らせたかったんです、みたいな。またこれで、直線で。125キロ。いや、遅くはないよね。決して遅くない。かなり速い方だと思います。126出るな、これ。待って、なんか撃たれてる気づいたら。お前絶対ボットだろ、お前。俺にはわかるんだよ、お前の。その能力がな。おいしょ。どんな打ち方、今の。今のどんな打ち方、俺やばくない？まあでもね、ハンドリングとかめちゃくちゃいいから、乗りやすいっちゃ乗りやすい。うん。性能めっちゃ悪いってことはないから。金車、おっと待って、ガチかこれ、ガチで。おお、ちょっと待って、女とこにいるんかい。あとはおざこちゃんたちを倒してくれ。あ、いたな、なんかいたな、あそこなんかいました。いた、なんかいるね。あ、人間か。でも人間2人ぐらい倒してくからな、もう。あ、これ人間っぽいな。おい、待って、これ人間かどうかちょっとチェックします。なんかこんなんかさ、コソコソしてる感じが人間っぽいんだよな。あ、ボットっぽいっすね。ちょっと待って、なんか撃ってる。
なんかいる。あ、これもボットっすね。え、待って、まあ、人間いないのか。あ、いた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 。おいしょー、オッケーなんかちょこちょこいるな。待って、ここ物資箱あるってことは、ワンちゃんあれ人間だぞ、ワンちゃん人間だぞ。あれほら、なんか物資、あー待って、ちょい、あれバン、うん、はい。まあ、というわけで1万円弱で金車が取れるガチャ来ますんで、はい、皆さんよかったらやってみてください。うぅー、俺に任せとけ、ハルパパに任せとけ、文句あるなら俺に言え、俺に言え、くだらないライブは僕から割って流しとけ、最高にクールな時間の始まり、 Listen on the country, Hololive ステージも淡いな。